こんにちは、モノラスです。今回は最近本当に買ってよかったおすすめの新型 GPU を5つに厳選してランキングにして紹介していきます。クラス別に分けた細かいランキングの動画も作っているんですが、 CPU とのボトルネックや詳しい選び方などはそちらの動画も参考にしてください。今回はコスパで見て本当にお買い得だった GPU を5つに厳選して紹介しています。これからホリデーセールや新生活の準備も始まると思うので、パソコンを買いたい方や作りたい方、新しい GPU に交換したい方はぜひ参考にしてください。それでは第5位から紹介していきます。第5位は NVIDIA RTX4090 です。 RTX4000 番台のハイエンドモデルなんですが、現時点の GPU の中で最高性能でコスパのことを考えて第5位にしていますが、値段を気にせずに性能重視で選びたい方はこれ一択と言えるでしょう。サイズが非常に大きいので支え棒や対応している大型のケースは事前に準備しておきましょう。メモリーは GDDR6X、 VRAM は 24GB、 消費電力は 450W で推奨電源は 800W 以上になります。クーダコア数は 16384、 販売価格は30万円前後、 3D マークは 34000 です。全ハイエンドモデルの 3090Ti より 30-40% 前後性能が向上していて、他の競合の GPU を寄せ付けない圧倒的な性能を誇ります。ゲーム性能、クリエイト性能ともに現 GPU の最高性能で、何をするにしても不自由を感じないでしょう。こちらは RTX4090OC 版とハイクラスの CPU を組み合わせてフル HD 解像度のフォートナイトデフォルト最高品質設定でプレイしています。最高品質の負荷が大きな設定でプレイしていますが、250fps 前後くらいの高いフレームレートが出ています。下のクラスの GPU に対しても負荷がかかるようなシーンでは 30-60fps 前後高くなるかなといった印象。値段を気にしない方はこれ一択ですね。どんなゲームでも現時点の GPU の最高性能を体感することができるでしょう。続いて第4位は NVIDIA RTX4070 です。4070は販売当初為替の影響で10万円以上していたんですが、ここ最近価格が暴落して8万7000円前後で購入できるようになりました。性能的には Q3080 前後くらいなんですが、 DLSS 性能や Watt パフォーマンスは格段に向上していて、値段の差がほとんどなければこちらの方が断然おすすめです。4000番台で発売された GPU の中では最もコストパフォーマンスが高い型番の一つでしょう。メモリーは GDDR6X、 VRAM は 12GB、 消費電力は 200W で推奨電源は 750W 以上になります。クーダコア数は 5888、 販売価格は 87,000 円前後、 3D マークは 18,700、ゲーム性能、クリエイト性能ともに3080前後くらいの性能があるので、何をするにしても不自由を感じないでしょう。こちらは RTX4070OC 版とハイクラスの CPU を組み合わせてフル HD 解像度のフォートナイトデフォルト最高品質設定でプレイしています。最高品質の負荷が大きな設定でプレイしていますが、 200fps 前後くらいの高いフレームレートが出ています。上位機種にあたる 4070Ti や 4090 と比較すると値段の差がある分性能は劣ってしまうんですが、最高品質設定でも負荷が小さいシーンだと同じようなフレームレートが出るので、どんなゲームでも十分に満足してプレイできるでしょう。続いて第3位は NVIDIA RTX4060Ti です。この GPU は販売当初為替の影響で7万円近くしたんですが、最近大幅に価格が下落して5万7000円前後で購入できるようになっています。販売されてから2ヶ月くらいで1万円くらい下がりましたね。 GPU の値段が完全にコロナ前に戻っている今の環境で、ミドルクラスの GPU の中ではダントツでおすすめです。旧 RTX3070 前後くらいの性能があるんですが、 Watt パフォーマンスと DLSS の性能は3070より明確に上なので、廃盤になって在庫がなくなってきている3070や
3060Ti よりこちらの方がお買い得でしょう。メモリは GDDR6、 VRAM は 8GB のモデルと 16GB のモデルがあります。消費電力は 8GB のモデルが 160W、 16GB のモデルが 165W、 推奨電源は 600W 以上になります。クーダコア数は4352、販売価格は5万7000円前後、 3D マークは1万3100です。ゲーム性能、クリエイト性能ともにミドルハイの GPU なので、何をするにしても不自由を感じないでしょう。こちらは RTX4060Ti OC 版とミドルクラスの CPU を組み合わせてフル HD 解像度、フォートナイトデフォルト中品質設定でプレイしています。中品質でそこそこ負荷が大きいような設定にしていますが、このように複数人プレイヤーがいて重くなるようなシーンでも 200fps 以上は出ているので満足できます。 3060Ti と比較しても明確に上の性能になってきていて、10から 20fps 前後高いフレームレートが出ます。3060Ti は一番人気があった型番なので、その後継機にふさわしい性能でしょう。値段も安いので最も売れている型番の一つです。続いて第2位は NVIDIA RTX3060 です。ローハイかミドルローあたりに位置する GPU なんですが、今3万円台まで値下がりしてきていて、ダントツでおすすめです。3000番台は廃盤になるんですが、在庫が残っているのでしばらくは安く購入することができるでしょう。メモリが特徴的なんですが、ミドルクラスながら 12GB と大容量のものを搭載していて、 8GB のモデルも後から発売されています。値段が大きく変わらない場合は 12GB のモデルを選んだ方がいいでしょう。メモリーは GDDR6 で、 VRAM が 8GB と 12GB、 消費電力は 170W で、推奨電源は 600W 以上になります。クーダコア数は3584、販売価格は3万6000円前後、3D マークは9200です。ゲーム性能は1660スーパーよりも明確に上になってくるので、4K や高品質設定など大きな負荷がかかる設定にしない限りは、どのゲームタイトルでもある程度快適にプレイできるでしょう。このあたりからゲーム性能、クリエイト性能ともに何をするにしてもある程度は満足できるラインになってきます。これは RTX3060OC 版とロークラスの CPU を組み合わせてフル HD 解像度、フォートナイトデフォルト低品質設定でプレイしています。この設定では1660スーパーでは 120fps 前後くらいまでしか出ないんですが、3060は 300fps 前後と倍以上のフレームレートが出ています。細かく比較するとこのようになるんですが、負荷が大きいようなシーンでも 250fps 前後は出ているので、性能の高さがよくわかるでしょう。今値段が暴落していて3万円台で購入できるので、非常にコストパフォーマンスが高いです。ロークラスの安い GPU でパソコンを構成したい方は、値上がりしない限り3060が一番おすすめです。続いて第1位は NVIDIA RTX4070Ti です。4070Ti は旧ハイエンドモデル 3090Ti 前後くらいの性能で、ワットパフォーマンスや DLSS の性能は 3090Ti よりも格段に向上しています。販売当初は為替の影響で15万円前後くらいだったんですが、最近価格が暴落して11万円前後で購入できます。 3090Ti が30万円以上だったことを考えると、驚異的なコストパフォーマンスと言えるでしょう。旧 RTX3080 はハイクラスの GPU の中で性能面でのコストパフォーマンスが一番高く、ハイクラスでは最も売れていた GPU なんですが、4000番台の場合はそれが 4070Ti に当たります。 4070Ti は3000番台では到達できなかった性能面でのコストパフォーマンスを実現させています。ハイクラスの GPU を探している方は4070と悩むところですが、個人的には 4070Ti をおすすめします。メモリーは GDDR6X、 VRAM は 12GB、 消費電力は 285W で、推奨電源は 750W 以上になります。クーダコア数は7680、販売価格は11万円前後、 3D マークは22500です。3090Ti 前後くらいの性能があって、ゲーム性能、クリエイト性能は4090には及びませんが、現 GPU の中では最高クラスの性能です。
性能面でのコストパフォーマンスを考えると最も優れていて、ハイクラスで一番おすすめの GPU です。こちらは RTX4070TiOC 版とハイクラスの CPU を組み合わせて、フル HD 解像度のフォートナイトデフォルト最高品質設定でプレイしています。最高品質の負荷が大きな設定でプレイしていますが、 220fps 前後くらいの高いフレームレートが出ています。先ほどの4070と比較すると、シーンにもよりますが10から 20fps ほど高いフレームレートが出ています。何をするにしても不自由がない性能ですし、4070や3080から明確に1段階性能が上がっているので、予算に余裕がある方はこちらを入れておいた方が満足できるでしょう。コスパで個人的な順位をつけるのであればこんな感じなんですが、4090以外はそれぞれ2万円前後くらいの差なので、予算に応じてどれを買っても後悔しないでしょう。また今回紹介した GPU なんですが、メーカーごとにバリエーションがあって、 ASUS のモデルは一番人気なんですが、ゲーム向け一般用の TUF、 高性能版の ROG、 一切光らずに静音性やコンパクトさを重視したクリエイター向けのプロアート、個人的にはプロアートシリーズが一番好きなんですが、予算や目的に応じて選ぶといいでしょう。あとよく質問に来るんですが、なぜ NVIDIA の GPU を選ぶべきなのかというと、言うまでもなく全てにおいて群を抜いて高性能で、本体自体の処理能力が高いんですが、ゲーム用途においては最近は特にリフレックスと DLSS の性能が上がっていて、 FPS 系のゲームで有利に働きます。いろんなメーカーが GPU を作っているんですが、比較の対象にならないくらい性能が離れています。 DLSS は4000番台の RTX から DLSS3 が使えるようになっていて、3000番台の RTX で使えていた DLSS2 よりもさらに性能が向上しています。このあたりは過去に GPU 同士で比較している動画なども参考にしてください。またクリエイティブ用途での性能も高く、基本的に NVIDIA の GPU がクリエイティブ系のソフトの開発基準になっていることが多いので、Adobe Premiere であったり、映像系のフリーソフトで普及しているダヴィンチリゾルブなどとの相性が非常にいいです。こちらは Adobe Premiere を使って CPU を変えながら RTX3080 で検証しているんですが、 CPU 側の性能を使って書き出すソフトウェアエンコーディングでは2分から3分くらいかかるデータが、 GPU 側の性能を使って書き出すハードウェアエンコーディングを使用すると1分半くらいの速さで書き出すことができます。GPU をゲーム用途で使用する方はもちろんなんですが、 2D、3D のクリエイト用途でも NVIDIA の GPU は高い性能を誇ります。今回本当に買ってよかった新型 GPU を5選にまとめましたが、 NVIDIA の GPU は今ホリデーセールであったり定期的なキャンペーンをやっているので、公式ページであったり Amazon のキャンペーンサイトをチェックしておくと安く購入できるでしょう。また NVIDIA のプレゼントキャンペーンが開催中なので、詳しくは概要欄を確認してください。また CPU や GPU の組み立ても過去に上げている動画でノーカットで解説しているので、概要欄にまとめている最新パーツやおすすめのお店などと合わせて参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。